これは私が数年前九州旅行で体験した話です。当時九州新幹線が開通したことが話題になっていて、それを友人に話したところ、じゃあ乗りに行こうかという話になりました。鉄オタでもある彼女も九州新幹線は一度乗っておきたいものだったのです。宿と航空券がセットになっているものをそれぞれ予約し、待ち合わせは現地福岡空港で落ち合いました。福岡市内のビジネスホテルで最初の夜を過ごす予定でしたが、彼女がビジネスホテルはキャンセルして阿蘇に行かないかと提案。阿蘇で京都の大文字みたいなお祭りをやってるらしいんだよ、見に行かない？それは私もぜひ見たいと思い快諾しました。福岡から熊本まで念願の九州新幹線つばめで移動。駅弁も買って旅のテンションは上がっていきます。熊本に着いてからはレンタカーを借り、車が移動手段となりました。彼女が予約した阿蘇の旅館はお世辞にも綺麗とは言い難いところでした。ビジネスホテルを急遽キャンセルした形でしたし、なるべく安く済ませたかったのです。赤絨毯の廊下、昭和レトロといえば聞こえはいいのですが、ロビーの置物は埃にまみれて、壁に飾ってある宿泊客の写真は白く日焼けしていました。部屋は和室、期待はしていませんでしたが、それでもがっかりしてしまうような部屋でした。古いブラウン管、擦り切れた畳、まあ寝るだけだしなぁと思ったのもありますし、何より友人一人に宿探しと予約を任せた身として文句など言えるはずもありませんでした。窓辺のソファーセットへ近寄り、椅子に腰掛けました。うわ、思わず声が出てしまいます。テーブルとの距離が広かったので椅子を引こうとしたところ、びくともしなかったのです。重い椅子だな、古い家具ってしっかりしてるからね。こんな些細なことにすらうんざりとしてしまっていましたが、メインは夜のお祭りです。季節は春でしたが、阿蘇は標高が高い分本当に寒く、しっかりと防寒をして私たちは出かけました。山に火で文字が浮かび上がり、クライマックスは花火まで上がったお祭りは楽しいものでした。私たちは十分堪能して宿へと戻ります。芯まで冷え切った体を温泉で温め、床へと着きました。私は霊感が一切ありません。だからこそ怪談が好きだし、怖いテレビもホラー映画も好きなんだと思います。リングの DVD だって部屋を真っ暗にして一人で見られますし、怖いテレビを見た直後にだってお風呂もトイレも平気です。どこまでも人ごとでしかない、それらの世界は私にとってエンターテインメントでしかなかったのです。ですがこの夜、私はなんだかわからないけど怖いと布団の中で震えていました。まずやたら寒い、凍えるほどの寒さでした。ついさっき温泉に浸かった体は熱いほどに温まっていたし、そのまま布団に入ったのに、肌を撫でるような冷気に耐えていたその時です。ずっと大きな音がしました。それは寝ている人間を確実に起こすほど大きな音でした。なんだ、何の音だ、そう思ったのは一瞬、すぐさま何の音か悟りました。椅子です。昼間女性の力ではびくともしなかったあの椅子です。理解した途端全身の毛が逆立つような恐怖が襲ってきました。次に聞こえたのは畳を踏みしめる音でした。ミシミシミシと、とても慎重なリズムで何かがソファーセットの方向から歩いてくる。私と友人の間までそれは歩いてきて、そして立ち止まりました。男だ、なんとなくそう思いました。
私は必死に寝たふりをしました。起きていることがバレたら何をされるか分かったもんじゃない。寝ているから何もされないという保証もないけど、とにかく起きていると知られることが怖かったのです。緊張状態が限界に達したこともあって、気づけば気を失うように眠り、翌朝私たちは朝食を食べた後すぐに出発しました。阿蘇山の美しい景色を堪能し、乗馬体験までして、そこから私たちは大分県の湯布院へと移動しました。宿に関して言えばメインはこの湯布院でした。一泊最低でも3万円、全てが離れの高級旅館です。友人が新婚旅行で泊まって本当に良かったからと太鼓判を押した宿でした。通された離れは何もかもが完璧でした。小さな一軒家と言ってもいい作りは贅沢でしたし、居心地がとにかくいい。昨夜の宿のこともあって天国のようでした。ウェルカムスイーツを食べながら友人が、本当は隣の部屋を予約したかったんだけどねと言いました。ここ座敷わらしが出るんだよ。え、本当？そう、隣の離れにね、そこに泊まれば運が開けるって。だから宿の名前はケ。私は妖怪や民族学が大好きなので一気にテンションが上がりました。こっちの部屋にも遊びに来てくれていいのにね。そうだね、パリコさんにいい縁談を。本当にね。夕飯は高級旅館の名に恥じないもので大満足でした。お腹がいっぱいになって一杯だけ頼んだワインを飲みながら私は切り出しました。阿蘇を離れるまでは言わないでおこうと思ったんだけど、昨夜さ、ああ男でしょ、男の幽霊でしょ。彼女にすぐさま返されて私は驚きました。で、え、見たの？やっぱりあれって幽霊？多分ね、見たわけじゃないけど。っていうかごめん、怖い思いさせて。あんな宿を選んでごめんという意味だと思い、私はいいよと首を振りました。私ね、怖い話は嫌いじゃないんだよ。稲川淳二も大好きだしさ、まあ、人生で一度くらいあんな体験してもいいかなって。だからさ、気にしないでよ。わざと明るく言いましたが、彼女は沈んだ顔をしていました。食事を終えて部屋に戻り入浴。部屋についている露天風呂も申し分なく、私たちはお風呂上がりを浴衣でのんびりと過ごしました。明日には帰るということもあり、私は荷物の整理をしました。まだくまモンの名前が全国区になる前で、こんな可愛いキャラクターがご当地キャラなんだねと見つけるたびに買い漁っていたのです。それらは結構な量となっていました。その中の一つに駅のキオスクで買った丸く可愛らしい爪切りがありました。爪が伸びていたことに気がついて早速使いました。バリコさん、くまモン買いすぎ。マグカップに靴下に爪切りに根付け、あとイヤホンジャックか。買ったものを一つ一つ確かめながらキャリーバッグに詰めていきます。典型的な A 型である私。アスキル服を出して、もうあとは化粧ポーチなどをしまえば済む状態にしました。そこから結局深夜2時まで話していたように思います。彼女は元は私の読者さんで、たまたま話があったことから友人になった人でした。友人とはそれほど付き合いは長くありませんでしたから、じっくりと話すのはこれが初めてに近かったのです。愛知県の旧家に生まれたこと、家は築100年以上のお屋敷であること、旦那さんは婿養子で子供は絶対に作らないと決めていること、そのことで親戚と折り合いが悪いということ、重苦しい彼女の身の上話。私は少しだけ戸惑ってしまいました。楽しい旅先で聞きたい話ではなかったし、だいぶ年下の私が何を言えばいいのかわからなかったのです。私の話引く？彼女がぼそりと言いました。引きはしないけど、なんで急にそんな話を始めたの？
まあ聞いてほしかったんだけど。それだったら聞くよ。私の腹を探るような雰囲気の話し方でした。そして彼女は私の戸惑いを感じ取ると自分の話をやめました。とにかく私は自分の家があまり好きじゃないんだよ。なんとなく気まずいまま布団に入りました。一日遊んだし時間はもう深夜です。すぐにでも眠れるだろうと思っていたのになかなか寝つけません。そして眠気の代わりにやってきたのは覚えのある感覚でした。全く昨日と同じです。理由のない恐怖感。温泉にも入ったし昨日とは比べ物にならないほどふかふかの羽毛布団の中にいるのに信じられないほど寒い。昨日のことを引きずっているだけだ。あの怖さを体が覚えているだけだ。そう己を納得させようとした時でした。パチン。小さな音でした。やなり。心の中で記憶に近い音と照合させていました。そう、やなりに似た音です。木造建築ですから、やなりならば何もおかしなことはない。しかし、その考えはすぐに否定されました。パチン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 。規則正しく一定の間隔を空けて鳴っていました。やなりじゃない。何かが意図的に出している音だ。勇気を出して薄目を開けて隣の友人を見ました。友人は起きていました。私をじっと見つめて辛そうな顔をしています。彼女もこの音を聞いているんだ。彼女も怖いんだ。じゃあやっぱりこれは勘違いじゃない。そして私は感覚として理解していました。これは昨夜のあの男だ。同じ感覚、同じ寒さ、なんとなく漂っている人の気配、それはどうにも昨日の男なのです。ガタガタと震え、目を強くつむり、ひたすら朝を待ちました。結局いつの間にか眠ってて、起きた時には爽やかとしか言いようのない朝でした。昨日までの高級旅館として申し分のない空間でしかなかったのです。布団から起き上がり、私はぐったりと隣の友人におはようと言いました。彼女は固い声で言いました。座敷わらしが来てたね。座敷わらし？うん、遊んでたよ。あれが開運の妖怪ならば私は運など開けなくて結構だと思いました。あれはそんないいものじゃない。心の中で吐き捨てるように言いました。友人は起き上がり、リビングのテーブルを見て固まっていました。そして落ち着いた声で言いました。これで遊んだんだ。ほら、テーブルの上。それを見て私は背筋が凍りました。くまモンの爪切りがそこにはありました。持ち手が反転させられたまま、いかにも誰かが使ってそのまま置いたような形です。確かに昨夜私はその爪切りを使いました。でも覚えているんです、しまったことを。実際その他の荷物は全てキャリーバッグの中でしたし、そんな目立つところにあるものを入れ忘れたとは考えにくい。入れ忘れたとしても自分の性格から持ち手を反転させたままにしておくなどありえない話でした。座敷わらしも爪を切るんだね。友人は言いました。パチンパチンって鳴ってたじゃない。あれ爪を切ってたっての？そうなんじゃないかな。よかったじゃない、パリコさん、これでいい縁談来るかも。友人の軽口に私は曖昧に笑いました。そこから朝食を食べに行き、部屋に戻ってからチェックアウトの準備をしました。その時友人が私に尋ねました。ねえ、私の数珠知らない？彼女はいつも手首にいくつものパワーストーンの数珠をつけていました。知らないけど、洗面台は見た？ないの。
部屋で外したことは間違いないと言います。いくら離れで広い部屋とはいえ、どこかに置いたならばその選択肢は限られてくる。二人がかりで探して見つからないというのはどうにも不思議でした。そして友人は見つからないと納得するのが随分と早かったのです。ああいうものがなくなったなら、なくなったことに意味があるんだと思うから。そしてそこからの彼女の行動は早かった。半ば私を急かすようでもありました。早く出よう、この部屋を出ようと。チェックアウトの時、彼女はフロント係に小さな袋を渡していました。それはくまモンの爪切り、私が昨日使ったものと同じものでした。これ奉納させてください。昨夜私たちの部屋に座敷わらしが出て、これで遊んだようなんです。彼女のもので遊んだようだけど、こっちは未開封だから。フロント係は目を輝かせて、よかったですね、きっといいことありますよ。へえ、本当に出るんですね、なんだか興奮してきちゃったな、とご機嫌でした。その様子を彼女は随分と冷めた目で見ていたようでした。湯布院の街を観光し始めた私たちでしたが、彼女が真っ先に入ったのはお土産屋さんでした。そして探したのは数珠です。パワーストーンのそれを彼女は無造作に選んでいました。ピンクオパールは恋愛運、タイガーアイは金運、いろんな売り文句に目もくれず、石なら何でもいいとでも言うかのようでした。 T さんさ、私嫌いなんだよね、唐突に友人が言いました。まあ、T さんとは私たちの共通の知人です。パワーストーンでアクセ作ってていちいちうるさくない？どの石があなたには合うだの、オーラがどうだの、先祖霊がどうだの。ああ、この間もツイッターでなんか言ってたね。今霊に襲われてて具合が悪いとか。本当なのかね？本当なわけないじゃん。大っ嫌いああいう人。自称霊感ありますけ、神社だどうのお寺がどうのって偉そうに話しているのを見ると、じゃあ氏神様はどこなんですかって聞きたくなる。氏神って言葉すら知らなそうだけど。その言葉に私はむしろ友人がきちんと自分の家の氏神様を把握していることに驚きました。でも考えてみれば彼女の家は旧家です。本当に霊感ある人はさ、ああいうこと言わないんだよ。惹かれるし迷惑かけるし。その言葉は彼女に霊感があると言っているも同じでした。昨夜夕食の時に迷惑をかけてごめんと言ったこと、私に家の事情を話そうとしていたことの意味がやっと分かったような気がしました。そして彼女のおばあさんが有名な拝み屋さんだと知ったのは随分と後になってのことでした。友人とはなんとなく疎遠になり、あの九州旅行から数年が経ちました。あれ以来私が霊感に目覚めることはありませんでしたし、私は相変わらず仕事中に怪談を聞き、夏には心霊番組を録画しているただのオカルト好きでしかありません。そんな中出会った勇氏、たまたま二人で飲む機会がありこの話をしました。一通り聞き終わった彼はダージリンクーラーを一口飲むと難しい顔でボソリと言ったのです。なあ、そのパチンパチンって音、数珠切ってたんじゃないの？